皆さんおはようございます。めっちゃ天気いいんですけど、今日はね 1500m チャレンジもう一回ねちょっとやっていきたいと思うんですけども、前回ね私全然走れなくて皆さんにかなり心配をかけてしまってすいません。そして心配してくれてありがとうございます。もうね全然今元気で、あの時ねちょっとなんか2、3日なんか眠りが浅かったんですよね。そういったところが原因だったかなってところで、もう体調一番で今日もスピードはもちろん大事なんですけど、まあ、目標に向かっての第一歩第二歩って感じで、気持ちよく気持ちよく気持ちよく楽しくこの暑ささえも楽しむ感じでね走っていきたいなと思います。皆さんは夏どうですか？ランニング暑いから走ってないよって方もね、ウォーキングに切り替えるとかね、それもねいいかなと思うんですけど、走ってる皆さんはどうですか？暑さ対策とかちゃんとしてますか？私熱中症の動画で黒着るなっつって、撮影の時どうしてもね黒の方がいい感じになっちゃうから黒をね着てきちゃったんですけども、皆さんちょっと帽子とかね、まあ、今日サングラスはしてますけど、いろいろしっかり体調面を一番に夏の練習ねやっていきましょうね。夏ほんと夏バテして秋に響いちゃったら元も子もないから、行ってきましょう。頑張ろう。お願いします。さあこの前とは違うぞという感じでノリノリでスタートしております。第1回目ねカロ君が走ってくれましたが、今回は市民ランナーの部女子として私が1人目走っていきます。どんな結果であろうと 1500m 走れたら1位になれる。頑張れ。皆さんこの夏どんな練習をやられてますでしょうか？私はね筋力トレーニングを増やして走る距離っていうのはね月間150ぐらいに抑えております。なぜならば疲労がちょっと溜まりやすいタイプだから。あ、年齢とか言わないで。ということで 400m 通過しました。1分23秒、キロで言うと3分27秒ペース。このペースで 1500m を走ると5分10秒なので、私の自己ベスト5分7秒からは遅れているスタートとなっています。本日使用しているシューズはアディオスプロ3で、こうやっていつも一生懸命走る動画をアップすることが多くて、私いつも厚底履いてるイメージになってるかもしれないんですけど、普段の練習では結構薄めのシューズ、カーボン入りシューズというのはほとんど履かないで、自分の足がしっかり鍛えられるような薄底のシューズを履くようにしています。もうこれ本当に人それぞれなんですけど、厚底ねどうしてもこうカーボン入りとか履きすぎちゃうと怪我される方多いんですよ。本当にシューズを変えて怪我が減ったって方の話も聞きますし、逆にシューズを変えて怪我が増えたという方の話も聞くので、シューズ選び本当にね大事なんですよね。さあもうちょっとで 800m の通過です。800m は2分56秒で通過しました。2分56秒っていうと1キロあたり3分40秒ペースですね。さっき3分27秒ペースで行ったのでちょっと落ちてしまっていますが、しっかりとした走りっていう感じで、うん、悪くはないはず。ただちょっと蹴ってるっていうのが戻ってきちゃったかな。あの膝下で走ってる感っていうのが出てしまってますが、まだまだ元気っていうね感じですね。さあもうちょっとで 1200m の通過です。もうちょっとだって勝って走ってますけど、ここでね4分27秒なんで1キロあたりだと3分40秒、まあ、さっきとねイーブンのまま来てますね。このまま行ったら何秒になるのかな。さあ残り 200m ちょっとです。はい、筋力トレーニング、まあ、いろんな部位やってるんですけどね、主にお尻を鍛えていますよ。もうこの夏鍛えてね冬変わってやろうという感じで筋力トレーニング、筋トレねハマるとやっぱ楽しいんですよね。で筋トレ苦手なんですって方はね大丈夫よ、うたらんチャンネルで一緒にできる動画いっぱいあるから一緒にやっていきましょう。ということであともうちょっとです。さあ自分の自己ベスト5分7秒からはかなり遅れてしまっている。ここまで来ると何秒になるのか。ラストスパートをかける元気はあった模様だ。さあ5分33秒でフィニッシュ、1位です。あ、本当に走り終わった時喉乾いてなくても乾いてないってこともなかなかないかもしれないけど、水は本当にねこまめに取ってください。それでねあとはね体の熱をね少しでも取ってあげる。今めちゃくちゃ私の体の中には熱がこもってるので、首元とかあと脇とかですね、あの首がつくところ冷やしてあげると結構一気に熱取れていくので、これ首だけじゃなくて私のおすすめは
脇熱がね一気にこう下がる感覚があります。感覚なんだけど、あとね膝の裏、顔がね結構こてるから顔の熱も取りたい。本当にこれでででで、まだ伸びる、まだ伸びる、本当に一気に体を熱取ってくれる。めっちゃ冷たい。これ常温に置いてるのになぜか冷たいんですよ。これとにかく今年の夏は走り込みとかよりも疲労をためないで秋のシーズンを迎えるっていうのが結構ね目標なんですよ。だからねちょっと今月も150キロ、7月はね150キロぐらいしか走れてないんですけど、そのぐらいで今自分のちょうどいいをね見つけながら練習積み重ねてます。でとにかくあでとりあえずね夏疲れね今残ってません。北海道マラソン次頑張ります。走る方よろしくお願いします。